おはようございます、マッチョ、フォルテです。さっき弾いた曲たちは、ショパンのちょっと有名な曲たちです。他にも僕弾いてるのがたくさんあるので、YouTube で出したこともある曲もたくさん弾いてるので、コメント欄に貼っとくので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。お願いします、マッチョ。ショパンの命日ということで、ショパンっていう方は知ってますか？ポーランド出身なんですけども、ショパンは39歳で亡くなってしまいました。僕まだ22歳なんですけども、あと17年後ぐらいにね、もう死んでしまうっていうことですね。結構早い人生だったかなと思います。ショパンの時代はロマン派だったんですけども、ロマン派の中でもやっぱかなり早い生涯だったと言われており、抹茶でねショパンについてなんですけども、どんな人生だったかとかね、話そうと思ったんですけども、なんかね、やっぱネタが多すぎて、ちょっと YouTube 上ではまとめないから、みんな自分で調べてください。たくさんあるから、もうショパンって調べただけでもう何千件って出てくるからね、文献がシャー言ってね、じゃあね、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ではね、僕は今日何を話すかと言いますと、ショパンに対する思いと、ショパンのことが嫌いになったこととか、そしてさらになんでショパンが好きなのかとか、まあね、いろんな話をね、僕とショパンについてね、まあ話していきたいなと思います。っちゃ要するにショパンとの思い出話をね、ちょっと話していきたいなと思います。っちゃ僕はまずショパンのあの曲、そう、このね、あのノクターンのね、やつ、曲をね、小学校の時に弾きました。確かあれは小学校3年生だったと思います。小学校3年生の発表会の時に僕は先生に言いました。先生、僕ショパンが弾きたいんです。でね、まあ人生初めての曲ではなかったと思います。多分ポルネーズとか、なんかそこら辺のね、多分小曲とかやったことあったんですけども、有名曲には手出したことなかったので、もう先生、ショパン弾かせてくださいよと、ピアノの先生に言いました。そしたら、ああ、フォルテちゃん、いいわよ、弾かせてあげればよと先生は言ってくれました。それで僕はもう開いた楽譜がノクターンです。そう、たっぷり右手を歌って美しい音でキラーンってさせるようなね、音楽の曲を選んでしまいました。これがもう間違い。そう、なぜ間違いだったかというと、発表会ということもあってね、親戚が発表会に来てくれたんですけども、ピアノのことを全く無知だったんですけども、ノクターン自体は聞いたことありました。で、まあ一生懸命練習して弾いた後が言われた言葉、フォルテ、あの曲弾かん方がいいよ、ふざけんじゃねえよと。僕のね、親戚の方に1年ぶりに会うような方とかにね、その曲弾かん方がいいよと。なんでって言ったら、下手くそって言われました。そのぐらいもうね、歌ってなかったらもう棒引きとかだと。こんな感じになったんですよね、多分。で、小学校の時にそれを弾いて、まあ、結構言われたのはショックだったんですけども、その後にトルコ行進曲、トルコ行進曲を弾いた時に、あっちの方がええよって言ってくれて、あ、僕はやっぱりそっち系の曲が得意なんだろうなと、小さい時からそう思っておりました。で、その曲を、まあ、コンクールに持っていくことはなかったんですけども、多分小学校4年生5年生ぐらいからショパンをコンクールに持っていくことが増えてきました。で、やっぱりショパンっていうのはみんな思い入れがある作品だから、審査員の方によってもものすごく点がね、分かれた思い出があります。例えば、まあ大学生の頃のコンクールだったか忘れたんですけど、高校生だったか忘れたんですけど、ショパンのね、ある曲を持ってきました。スケルツォ2番です。で、その曲を一回好評書いてもらったことがあって、その曲でものすごく点が分かれました。9点台と7点台に、うわ、こんなに点離れちゃうんだっていうことが一回あったんですけども、なんかね、みんな有名曲って点が離れやすいんですよ。なんでかって言ったら、有名曲って大体審査員の方全員勉強してるじゃないですか。だから勉強してることによって思い入れがみんなあるんですよ。俺はこう弾いたよ、自分の中で俺はこうやって勉強したっていうのが頭にあるから、それと違ったら、あー、なんか受け入れがたいなとか思ってしまいがちだから、審査員のことバカにしてないですよ。そういうことがなりがちだから、なんかこう点がないかーって開いちゃうことがあるから、まあ、結構ショパンは怖いなっていう僕のイメージがあります。で、何回もアンプが飛んだりとかもしました。中学生の時だったかな、コンクールに持っていたショパン何の曲だったか忘れたんだけど、なんかね、左手がない忘れたりとか、あとはね、急に、ね、途中難しいところが急に指がフリーズして、あ、終わっちゃったみたいなことが結構ありました。ショパン見てるかって言いたいですよね。まあ多分ショパンは見てないんですけども、もしショパンが目の前にいると、多分ね、僕はショパンとものすごく友達になっていると思います。なぜかというと、まあこれ僕の妄想話いいですか。多分ショパンって多分結構なんかか細いじゃないですか。
で結構細かったんですけど、線の細い感じの人だったんですけども、なんかね曲はねフォルテが結構多いんですよ。あ、僕の名前じゃないですよ、フォルティッシモとかフォルテとか、ものすごくフォルテの、フォルテというね強弱記号をものすごく使った、作曲家でもありました。もうものすごく使ってます、フォルテっていう。だから大きい音が好きだったと思うんですよ僕。大きい音が好き、なぜかって言ったら自分には出せないから、僕はそう考えたんです。だからこそ僕がよくショパンでたくさん大きな音で弾いてるんです。まあショパンはね、多分おそらくあんまりその大きな音を出すのは得意ではなかった。まあその時代のピアノもあんま出なかった。だけどリストとなんか友達だったらしくて、リストの演奏会とかに行った時に、なんかあのリストがもうグワーって弾くタイプで、なんかそういうのが多分好きだったんでしょうね。多分楽譜見てるとたくさんフォルテが、もうフォルティッティシモみたいなことも書いてるぐらいだから、かなり大きな音が好きだったんだと思います。だけど自分では出せないけど、弟子たちにこのぐらい出してみたいな感じで言ってたんじゃないかなと僕は思ってます。あ、妄想ですまあでもね、かなり大きい音が好きだったっぽいから、かなり強弱記号もフォルテも多いから、ガンガン弾く曲も多いから、ぜひね皆さんたくさんの曲をショパン知ってみるといいと思います。ショパンのことはね、あんまりもともと好きではなかったんですけども、なんか弾いたりとか聴いたりとかする機会が増えたら、なんか単純接触効果か知らんけど、聞くたんびとか見るたんびが増えれば増えるほど、エンジャーねとか思うようになってきました。正直ね、小さい頃はノクターンとか、まああの英雄ポルネーズとか全く興味なかったんですよ。まあ聞いたことあるけど、弾きたいなとかかっこいいなとかも何も思わなかったけど、年を取るほどになんか聞く機会が増えてきて、やっぱかっこいいな、いい曲だなって思う機会が増えてきたんで、まああの聞く機会を増やすってことが、もしかしたらね、ショパンのことを好きになるチャンスかもしれません。ああ、別になんかその誰の音源を聞いたらいいですかっていうね、質問があると思うんですけども、僕の音源を聞いてください。僕の音源を聞くことが一番ね、僕のことも好きになるし、ショパンのことも好きになる。もうこれ一石二鳥じゃないですか。まあってな感じで、僕の音源を聞いてもらえるとありがたいです。まあ今日はこんな感じでね、ショパンのね、僕との思い出話を話したんですけども、みんなのね、思い出話、ショパンとの関係性とか、こんなんだったよ、ショパン好き嫌いとかいうのをね、コメント欄でぜひね、たくさんみんな、送ってくれたら僕読ませていただいていますので、ぜひともね、チェックしてみてください。それでは、バイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押せて。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。